初代ニューワーク教、デイビッド・レズリー初代ニューワーク教、デイビッド・レズリーは、新教徒革命期のスコットランドの軍人、貴族。父は、初代リンドアズ教、パトリック・レズリー。母は、スコットランド王・ジェームズ5世の諸子である、オークニー・ハク、ロバート・スチュアートの娘・ジェーン。おじのリーベン・伯爵、アレクサンダー・レズリーに従い軍歴を積み重ね、国民名約の下で、 イングランド王党派と戦った。若い頃は、叔父と行動を共にし、スウェーデン軍に入り、グスタフ二世やドルフに従い30年戦争を戦った。第一次イングランド内戦でも叔父に従い、1644年1月から国民名約と厳粛な同盟と契約を結んだ、イングランド議会派と共闘、ヨークシャーで、 ハーディナンド・フェアファクスとトーマス・フェアファクスフ子と合流し4月に入ッする孔、ウィリアム・キャベンディッシュが牢上する欲を表したが、王統派のカンバーランド公、ルパートの援軍が接近したため撤退、退却中に攻撃を受けたためマーストン・ムーアの戦いで迎撃した。戦闘で、騎兵隊を指揮して、左翼のオリバー・クロムウェル率いる敵対を援護、クロムウェルが、 ルパート隊の攻撃で負傷すると救援に駆けつけ、戦線を立て直した。やがて、クロムウェルの反撃で、ルパート隊ら国王軍右翼は敗走し、クロムウェルが残りの部隊も相当したことで、議会軍が勝利した。戦後は、スコットランドへ戻り、スコットランド内戦に加わり、国民名約のメンバーだったが応答派に転向し、名約派をどかすモントローズ公。 ジェームズ・グラハムと戦い、1645年9月13日のフィリップ・ホフの戦いで、モント・ローズ校の軍を破り亡命に追いやった。叔父ともども半王党派の立場からスコットランドが、チャールズ1世と結んだ1647年の和解契約に反対したが、1649年にチャールズ1世が処刑され、イングランド共和国が成立すると一転して、王党派へ、倉替え、 チャールズ2世を支持する一方で1650年4月27日のカービスデールの戦いで再びモントローズ港の軍を撃破した。第3次イングランド内戦ではスコットランド軍司令官に就任し名優だったクロムウェルを迎え撃ったが9月3日のダンバーの戦いでクロムウェル軍の奇襲を受け大敗、スコットランド南部をイングランドに奪われた。 翌1651年に挽回を図り、チャールズ2世と共に、クロムウェルを避けて、イングランドを南下したが、クロムウェルに追いつかれ9月3日のウスターの戦いで、またもや大敗、捕らえられ、ロンドン島へ投獄されてしまった。1660年の王政復古で釈放。翌1661年に、チャールズ2世からウスターの戦いでの働きにより、 ニューアーク教の借位を授けられた。1682年に死去、息子のデイビッド・レズリーが借位を継承した。一男三女を設けたが、男子はデイビッドだけだった。長女エリザベスは順男爵アーチ・ボルド・ケネディと結婚、次女メアリーは順男爵フランシス・キン・ロック、順男爵アレクサンダー・オグルビと結婚。最初の夫との間に、息子、フランシス・キン・ロックを設けた。 サンジョ・マーガレットは、アーガイル・博、アーチ・ボールド・キャンベルの4男ジェームズ・キャンベルと、結婚した。今井、P74、松村、P415、清水、P76、P77。今井、P76、P78、松村、P415、P416、清水、P77、P79、P94、エビー・松村、 P416 清水 P172 P174 今井 P164 P168 松村 P416 清水 P176 P178 P181 P183 ありがとうございます